ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。晩鐘の大典に関係のある島か。興味深い場所だ。行き先は決まっているのか？ここでいいのか？空剣島が田舎なら俺の里はどうなっちまうんだ。そろそろ研究に目処がついて、また旅に出ることになりそうなんだ。そうかい、忙しくしてるんだね。まるで空剣島が休憩場所のようだな。まあ今度の旅はあちこち行ったり来たりしてすごく短かったりするかもしれないんだけどさ。不在の時が長くなっていくね。村のみんなは薬が足りない、頼み事ができないって寂しがってるよ。もし私が島で錬金術のお店でも開いたら、お父さんとお母さんは安心するの？それは多分それが前に聞かれた今後の生き方の答えだよね。半分くらいは正解かな。よく気がついたね。最近みんなのそういう場面に出くわすことが多くてさ。私も少し考えなくもないけど、今すごく大事なことをしてる最中だから、私自身のことを決めるのはもう少し先かな。それまではお気楽な娘でうちにいさせてよ。
お気楽さで皆さんに迷惑かけるんじゃないよ。皆さんといえば、今日は畑でカラさんという方に会ったよ。なかなか面白い人だね。え、変なことしなかった？じっくり話せた。よし、アトリエに戻ろう。ふむ、甘じ。空剣島に来るときはいつも何かしら事件に見舞われている気がするのだが。聞いたのですが、話題になっている竜の剣で新しい情報が入ったそうです。え、本当に？どんな情報？なんでも行商人の方が島の対岸で竜らしきものが飛んでいるのを目撃したとか。前に目撃されたっていう竜と同じ個体なのかな。同じだとするとずっと居座ってるってことになるけど。一口に対岸というが、どのあたりなんだ。目撃されたのは街道のさらに北の方だそうだ。その付近で何度か目撃例がある。ということはやっぱりどこかに住み着いていると考えた方がいいかもしれないな。街道の北か。広い範囲を探すことになりそうだけど、行ってみるか。街道の北か。メイプルデルタくらいしか思いつかないけど、あの辺りかな。ここでいいのか。どこに行こうかな。
この地域は魔石で構築されているようだ。なかなか興味深いところだな。どうした？なんかこ、まさかうまくはよく気づいた。いや、それで、うん、他のところこうしてくっつけられだよね。でもこんな風に、うん、何が書かれこのページの、そう？あ、リラさん。ライザのアトリエ3。